ブラジル対メキシコ、解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日の見どころをお話しください。はい、そうですね、両チームとも本来いろいろと仕掛けられるバリエーションありますからね、そういった意味で期待できる試合がありますよね。あとは前へ持っていくまでの流れでどういった形で仕掛けてくるのかですよね。そうですね、ブラジルとしては多分最初から飛ばしてくるかもしれませんよね。なるほど、今日はそういったところも見どころになるかと思います。さあ両チームの選手がピッチへ入場します。また本日のピッチ情報はグローランダブリーさんに伝えてもらいます。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。
そろそろ試合が始まります。さあ始まりました。左にはたいた、小さく回します。ここはロナウジーニ、あっとスペースに出した、シュート、キーパーパンチング、おっと中たくさんいますよ、行くか、ここから行った、力みすぎたんでしょうか。ロナウジーニ、今日の意気込みが感じられるシュートを放ってきました。あとは正確性ですね。カナリア軍団が攻めます。繋いでロナウ、ミドルで来る、大きくグリア、サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。ダイレクトで送る、中央上がっていきます。これは抜けません。ロナウ、フォワードの選手です。さあここに出てきたぞ、おっとなんか誰もいませんよ。さあ1対1だ。さあコーナーキックとなります。さあコーナーからの最初のセットプレー、中を狙ってくる、ここは精一杯クリアします。先制のチャンス、相手に当たった。さあここもコーナーキックとなります。チャンス続きますね。さあこのチャンス生かせるのか、流し込んで、これが決まった、ゴー、ブラジル見事な先制点、アドリアン素晴らしいゴールへの嗅覚、いや素晴らしいコーナーキックでした。まあセットプレーのチャンスを生かすっていうのはね、今のサッカーの中ではね。ブラジル、まずは1点先行しています。ブラジルとしてはより慎重にボールを回していきますよね。落ち着いてプレーするというかね。おっとこれは流れた、パス出るか、入るか、決めた、右足、ちょっとディフェンス崩れましたね。2点目、ブラジル敵を突き放すゴール、ロナウ右、ブラジルとしてはうまく流れに乗ったという感じでしょうかね。はい、しかしここで差を縮めておきたいメキシコ。前半も15分が過ぎました。さあ追加点なるか、ゴール前フリーになる、コーナーキックのチャンスとなります。ブラジル、このチャンスをものにしたい、中を狙ってきた、ここは一難逃れます。いいディフェンスを見せます。クリアボールを受けます。おっと上がってきますよ、マルコス、うまく食い止めます。追加点のチャンスだ、飛び出しを見せます。ナイス、後ろからのマーク、マガジョン、マルケス、ここからいった、メキシコここはピンチを出しました。なかなか入り込みにくかったんでね、やはり遠目からのシュートを積極的に打ったシーンでしたね。ジューベルト・シウバ、今行ってますよ、おっと打ってきた、オスワルド・サンチェス、いい判断を見せました。今よろしいでしょうか。あ、どうぞ。ホーム側ですけど広く使うよう指示を出していましたね。攻撃が単調になってきたのを気にしているようですね。そうですか、ピッチの様子を伝えてもらいました。あっとこれは通りません、危なかったですね。
サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。しかし展開しても中にしっかりと入ってきてますよね。さあ追加点のチャンス、ここは一難逃れます。いい形でツートップのエリアに入り、そこへ入れてきたんですが、ここはしのがれています。流し込んだ、これを決められない。ブラジルクロスから頭で合わせました。いいアプローチいってますね。下げてここはマルケス、サルシド、グアルダード、激しいマークを見せます。グアルダード競り合った、食い止めた。左サイド、さあ一人で上がっていきます。かろうじてクリアしました。ここは阻まれました。激しく奪い合います。おっと、マイコン、持久力のある選手です。これは長すぎました。後ろからチェック、左へ長いボール、オープンスペースを使ってきた。追加点のチャンス狙ってきた。ブラジルチャンスを逃しました。ちょっともったいなかったですね。そうですね、でもうまく取りましたよ。北澤さん、ブラジル現在2点差をつけています。ちょっとこの時間帯中盤を支配されてきているようですが、少し対応遅れ出してますね。右からのコーナーキックになります。ここは集中した方がいいですね。際どいコース来たか、右へ。いやでも今のなんかね、絶妙だったんですけどね。しかしこれはわずかに合いませんでした。カビラさん、ロスタイムは2分です。なるほど、2分ですか。さあ前半ロスタイム、送って、ここで前半終了のホイッスルです。いや立ち上がりはあまり動きがなかった前半だったんですが、結局2対0差がつきましたね。そうですね、立ち上がりの頃はね、今日は接戦になるのかなと思ったんですけどもね。ブラジルとしては相手が徐々に精細を変えていくところをうまく切り込みましたよね。それでは前半戦の、さあ後半の笛が鳴りました。縦に出す、中央から上がっていった、さあスペースに狙えるか、ゴール前、フリーだ、いやー右足、これね、守りがねちょっと緩い感じですね。後半開始早々ブラジルダメ押しのゴールを決めました。同じゴール中央へ鮮やかに決めました。場内が大歓声に包まれます。先に2点リードしましたから、ますます戦いやすくなりましたよね。さあブラジル余裕の展開です。左へ出す、あっとホイッスルがありました。ここで流れをつかみたい。速攻になる、素晴らしいですね。追加点のチャンスだ。さあ固まっている、左足シュート、そこからサルシド、ディフェンスの選手です。タカどうする、細かいボールの奪い合い、惜しいところまで行ったんですけどね。ここはディフェンスされました。タカ中央から行った、打ってきた。いやそれにしても北澤さん、かなり強引に切り込みましたね。そうですね、積極的に行きましたよね。メキシコ苦しい状況です。
やや中のフォローが遅いか。完全にフリーだ。ピンチを逃れました。さあチャンスを迎えた。頭で流し込む。おっとこれを決められない。左サイドをうまく崩していったんですが、ここは得点になりません。悪くはなかったでしょうね。うまく左を崩しましたよね。もっとヘッドで競り合う。アドリアン、おっと中央から持って上がります。おっと倒された。 PK です。ここで PK。 メキシコペナルティーキックを与えてしまいました。やってしまいましたよね。さあご覧ください。いいディフェンスはしましたけどね、まあそこまでじゃない。ここで選手の交代があります。アジータ、バレた。ブラジル5本目のコーナーキックです。ゴール前うまく合わせたいですね。中を狙ってきた。さあ入った。ゴール4点目。ブラジルさらに突き放しました。2本目決まった。いや調子良さそうですよね。最後は右足で決めました。いや落ち着いてましたよね。ここはうまく決めてきました。まあ攻撃できたと思いますよ。画面ではリプレイをご覧いただいています。メキシコセットプレーからのチャンスを与えてしまったんですが、いかがですか。そうですね、やられてしまいましたね。はい、さあブラジル4点差をつけています。ブラジルとしてはもう安心できるスコアですよね。4点差でしょう。メキシコ決定力の差が現れています。ハイメロサーブ。メキシコベンチで誰かアップを始めているようです。外へ開きます。さあ追加点なるか。押し戻した。再びチャンスになった。そしてシュートに行く。決まった。ゴール5点目。ブラジルここで決めてきました。同じ今日これで2点目。いやしかし何とも言えない試合になってしまいました。本当にね、どこまで広げるんでしょうかね。メキシコちょっと相手になりません。よく走ります。追加点のチャンス。うわーっとチャンス。ここはよく守りました。そしてここはアドリアン。ここからいった。思いっきり打ってきましたよ。そうですね、見てる感じではね、もっと押し上げたい気もしましたけどね。カビラさん、アウェー側ですけど、ここで最後のカード切ります。7番の選手を下げて代わりに23番が入るようですね。なるほど、今レポートがありました。交代が見られるようです。チェックに行く。左へ、右にさばいて。ブラジルちょっとプレーを見ているとこの辺で集中が切れてきたかなとも思うんですが、いかがでしょう。まあそうですね、相手にピンスを握られ出してますけども、見せるほどではないですけどね。なるほど。メキシコ非常に難しい試合展開になっています。マルケス、メキシコ一矢を報いたい。激しいチェックに行きます。また奪った。タカ、今のところ3本のシュートを打っていますが、ゴールにはまだ至っていません。そしてシュート。ブラジル6本目のコーナーキック。ここで選手交代。両者ゴール前を固めます。なんとかクリア。これは読まれていたようです。さあどうする。ここはなんとかクリアです。
クリアボールはラインを割りました。コーナーキックになります。かろうじてクリアしました。中に2人いる。ゴールを狙った。いい守りを見せました。ここは阻まれました。ブラジル、ここは守備の網にかかりました。狙ってきた。こぼれ球、決めた。右足、ブラジル、ダメ押しの一発でしょうか。ロナウド、弾いたところうまく反応しました。サポーターが沸いています。さあ、ブラジル大量リード。回してパルガ、ブランク下げて、ここはマルケス。後半40分が過ぎました。オソリオ、ディフェンダーとしてプレーします。大事なところ、まだ諦めていません。もう一回オソリオ、メキシコ右サイドから上がります。ロナウジーノ、小さく出した。さあシュート、大きくボールを外れていきました。ですが北澤さん、今の攻撃なんですが、今相当長い距離を走ってきたんですよね。そうですね、シュート前のドリブルもね、良かったんですけどね。一旦が叩きます。カビラさん、ロスタイム出ました。2分です。今紹介がありました、ロスタイム2分です。さあ後半のロスタイム、しのいだ、入った入った、ゴール。後半ロスタイム、ブラジル、ダメ押しのゴールを決めました。ロナウ、これでハットトリック。大歓声が響き渡ります。さあここまでですが、一方的な展開になっています。はい、もうね、こういってはなんですけどもね、伸び伸びプレーできますよね。そうでしょうね。このままさらにリードを広げていくんでしょうか。と決定的だ、左足だ、入った、左足、素晴らしいゴールですよね。後半ロスタイムです。ブラジル、勝負を決めてきた。アドリアン、8対0、ワンサイドゲームに。あっと、ここで試合終了となりました。8対0、ブラジル大差で勝ちました。